プルプル、スラリンメタリンの世界一当たらない取り込み予想。わー、どうもどうも、スラリンメタリンでございます。本日こちらの動画では3月24日開催マーチステークス G1 高松宮記念の予想を、ショートでは3月23日開催の日経賞毎日杯の予想も上げています。そちらもよろしく。それでは早速日曜重賞の予想行ってみたいと思います。 3, 2, 1。 まずはマーチステークスの予想行ってみたいと思います。前走ローテは G1 かオープンクラス、地方馬も構想しており油断はできませんが、直近5年だとこれといった王道路線がなさそうに見えます。地方海外を含む G1、G2 組は近年前走東海ステークス組が構想、まずはここをチェックするべきでしょうか。 G3 オープンリステッドクラスは三河ステークスか同条件の中山1800からの馬、ここに注目といったところでしょうか。ということで本命に挙げるのは12番ブライアンセンスです。前走東海ステークスを4着、中山でも実績がありここは手堅くといったところでしょうか。紐候補ですが、1番バルツァーセラ、2番北の竜王、4番ウェルカムニュース、7番ゴールドハイヤー、こちらの4頭流しで勝負してみたいと思います。続いて高松の宮記念の予想行ってみたいと思います。前走は G3、 特にシルクロードステークス組が構成と見えるか、ただ母数を見ると海外香港組にも注意が必要かもしれません。直近4年が主不良馬場、今年も雨予報なのでこの 4年の高走馬傾向をチェックしてみましょう。前走 G2 組は阪神カップ組が少ない頭数ながらも非常に高い確率で馬券に絡んでいます。海外組は1着が必須と見ましょう。人気になりながら敗退した馬はどちらも好走するも勝ちきれてはいませんでした。さて前走 G3 組は5着以内に入っていれば全てピックアップした方がいいかもしれません。波乱含みも考え手広く勝負するのがいいのかもしれません。本命ですが6番ルガルで行ってみたいと思います。不良馬場での勝利実績もあり馬場自体は問題ないでしょう。前走シルクロードステークス2番人気1着は去年の2着馬ナムラクエレと同様、悩ましいところではありますがここから入りたいと思います。そして紐は1番ビッグシーザー、3番ナムラクエレや5番東進マカオ、8番ソーダーズリング、10番ビクターザウィナー、14番ママコチャ、16番ウィンマーベル、こちらの7頭波乱を狙って流してみたいと思います。というわけで今週日曜日はこちらの副賞とワイドトータル2000円が私の勝負券です。参考にしてみてください。チャンネル登録、高評価、通知のオンもお願いします。コメント、概要欄、X のフォローもいただけると嬉しいです。ではでは、また来週。今週のクイズはこちら。動画最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、通知のオンもお願いします。概要欄の X のフォロー、コメントもいただけると嬉しいです。クイズの答えは明日のショート動画でそちらもお楽しみに。ではでは、また来週。